はい、皆様こんにちは。リヒトドゥンケルハイトでございます。リクに答えて実況プレイ戦国バサラ4ナオトラちゃんの戦国創生続きをやっていきたいと思います。はい、今回が最終戦ですね。しかもステージが武田男道場ということで、これ雪村の時はルートが決まルートっていうか、まああの帯どの難易度を選ぶかが決まってたんですけど、ナオトラちゃんはどうなるんでしょうね。で、合戦準備先にやっておこうかなと思ったんで、こう、一応武器を見ていたんですけど、武器この辺、ね、新しいのがあるわけですが、すげー！まあ、使わないですけどね。これを使っていきますけども、これだけ育ててから行きました。はい。100とかだと、ちょっと時間がかかってしゃあなかったんで。まあ、他のもつけていいです。ただ、全然いい名がないんだよな。孫一姉さんは？孫一姉さんの方がなんか結構主力とか、結構いい、名が揃ってるんですけど、まあいいですわ。オーナー行きますか。ちなみに恩賞は、あークソいまいちな。あ、牙が手に入るのは嬉しいけど、でも最後だからな。最後だからな。行くぞ。やっとクールになったか。マジで落ち着いたの。さ、好きなだけ話し合ってくれ。貴殿の事情は分かり申したが、親方様を狙う者を通すわけには参らぬのだ。ふん、これは命令だ。さっさと武田の居場所へ案内しろ。話聞いてね。ただいま戻りましたよっと。かわいい。貴様は武田のにやついた忍び、逃げたと思ったら懲りずに私の邪魔をしに戻ってきたか。いやいや、親方様からのことづてさ、道場で待っているってよ。何？どういうことだ、サスケ。親方様にあんたのこと話したら、武田式で歓迎するってさ。歓迎とは？歓迎だと偉そうに。すべての男の元凶め、思い上がっているその少年、私が叩き直してやる。乙女が世のため、いざ。よくぞこの道場へ足を踏み入れた。つわものよ、その荒ぶる魂、存分に示してみよ。はい、白帯確定。武田、ふぅ、ふぅ、怖い怖い。自分のしたことを、おいしょい、よいしょっと。とりあえず、まあ、孫一姉さんにもあれしてもらいつつ。あいつと祝言をあげ、幸せな人生を送っていたんだ。それはどうかな。それはすまなかった。ミスった。ぐるぐるができない。これの、あれ違うな。これを三角と、違う、こう、これをやってる途中か。なんか話が、話がこの土地、オッケー、次郎法師、なんか初めてまともに聞くな、この設定。くるーんといかないね、うまいこと。ふぅ、それが親方様よ。痛そうですよ、ナオトちゃん。お待ちください、親方様。ふぅ、これはすべていい殿の逆恨みの八つ当たり。痛い。ぐるーん、よし、これが一番なんか、なんだろう、一番楽しいというか、こうな。よいしょ。羽柳の途中で、のこれがうまいこといかんな。はいよ、こらしょう。ほい、オッケー。もう一丁。うわ、痛い。孫一さん頑張れ。こいつ炎忍者じゃねえか、見つけたやつだ。い
よいしょ。結構攻撃力上げてるんだけど、それでもなかなか、ん、まだお前か。おっ、うまいこと当たってません。やべえ、以上か。オッケー。あーあーあー、怖い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 、痛い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 、いやいやいや、当たりすぎなんですけど。待って待って、死ぬ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 、怖すぎ、馬怖すぎ。これで一掃した方がもはや早いっていうか、死にかけなんですけど。回復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 、あー、あんまり回復取れない。よし、意味が分かりません。そういうところが、あの逆恨みとか八つ当たりとか、なんかなんていうか早とちりとかいろいろ言われんだよ。うわ、怖い怖い、回復回復、ナイスレベルアップ、ナイスレベルアップ、神レベルアップ、神レベルアップとはいかに。あー、扇放ってよかったのかな。よし、馬がいるからさ。あー、馬子一姉さん死んでるし。待って待って待って、あー、ミスった。ここからあんまり動かずにって感じかな。いや、なんか馬がこっち見てるし。オッケー、うんうん、おいっちょい、小山田さんがいる。よいしょ、おいしょ、うーん、にゃー、おー、あ、羽柳の補修じゃなくて、これ、これの補修、これ、ちょっと待って、今、意味わからんこと言った。待って、今、羽柳の途中で、おー、羽柳柳の途中で R 技を打つと、結構、面白い動きが出ますね。よいしょ。十分素直だ。そういう話じゃないと思います。わしの言う素直さとは、いや、なんかめっちゃ人いるんですけど、なんか思った以上に人がいて怖いんですけど。おいしょい。あ、ちょっとナオトちゃんが黙った。黙れ、私にしたことは手がない。お、レベルアップ早いね。夢の幸せに。お、アルツ。なっちょ、後ろから来た、来た。ちょっと待ってな。これか。なにこれ。強さを求める。何、なんかついたよ、なんかついたよ。何これ、何ですか。羽柳からの、あー、なんかよからんけど、ミスった。何これ、え、取れてるな。何だったんだろう。で、技の説明を見てえところではあるけど、まあいいや。おらー、マグチネさん、マグチネさん働いてる。なんか物っぽいの飛んできてない。待って、これに懲りたらいやらしい目は控えることだね。ん、そんないやらしい目で見るような場面ありました。こんなにも弱いのか。いいの男衆とどちらが情けない。いや、そんなこと聞かれても。おーしょ、オッケー。あ、俺はこうすべー。拳？武器使いなさいよ、ナルト。あれ、いい殴り合いだ。ちょっと待って、ちょ、後ろ向き。いや、相手がなぜ自分を置いて去ったのか、それを考えたことは、それを考えたら多分ナルトちゃん負けだと思うから、うー、あんまり考えさせないであげてください。下向きなるから。怖い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 。怖
相手の声を本当に聞いていたの。ちょっマゴジェさん思い返してみる。やばい、待て。それではまるで私が傲慢な男のようじゃないか。マッチ素直になるのじゃ。あぶら、己を認め。お痛い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 、やばい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 。天国の世に溢れる軟弱な男どもがぬるいんだ。待ってま、そうきたか。先に言っとこう。あーならばこの男と今は今孫一年生か。私が男を鍛えてみよう。見えてるところだ。この道場は私が使うよ。なぜそうなった。これやばいから使う。熱い熱いよ。来るがよい。いい名を取ろう。これ人の名前を気安く呼ぶな。難しいな。おめえを気安く踊れないかーい。雪村とよく似た雰囲気だ。ハハ楽しそう。次はドイツだ。オッケー。私の牙の餌食となるのは。あ、これこれジャンプで使いたいよね、ある技。おいしょ。うわーれー、ほっ、よっしゃ、これで決めてやる。とらーシャオラー。こんなところにもう一匹のトラがおったわ。う、うん、ナオトラちゃん名前最初からついてるかな。ナオトラちゃん挑発1回で剣をしまって2回目でようやく押すって言うわ。聞け世の軟弱な男ども。ナオトラ道場になってない後ろ。その鎖切った少年、この私が叩き直してやる。覚悟ある者は来い。それとはい、それと私に勝ったら花婿候補にしてやる。なぜ逃げる。ナオトラちゃんなぜ逃げる。はい、可愛らしい感じで終わりましたね。門弟の募集開始。草面白すぎなんですけど、飛ばしましょう。4876か。愛のままに全てを受け止める素直さ、私はようやく気づけたんだ。その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのであった。道場が繁栄するの。あ、そっか、衣装新しいのゲットだね。はーい、ナオトラちゃんのドラマルートでした。あれですね、ナオトラちゃんはギャグキャラなんですね。ギャグ要員だったんですね。まあなんか、うん、そうだね。ナオトラちゃんのシリアスって今思うと想像できないなっていうことに気づきました。はい、いやー面白かったな。ナオトラちゃんと親方様で殴り合いのごとく叫び合ってるのめっちゃ面白かったな。はい、まあ初めてのナオトラちゃん操作でしたけど、技の組み合わせでいろいろね動きが変わるのが面白いですけど、まあパワーキャラなんでちょっと動きがね呪いのがなかなか難しかったですけれども、はい、もうちょっとね目とか武器を強くして、大きい、そうだな、二つ目は一体何だったのかよくわかんないですけど、また今度プレイする時にはそこら辺もね研究していきたいかなと思います。はい、リクエストしてくださった方、楽しんでいただけましたでしょうか。楽しんでいただけたなら幸いでございます。それではここら辺で失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。